どうも、こんばんは、NM です。今回はいつか長久を、ひなみリーダーのフレンドが赤飯カネキのパーティーでやっていきたいと思います。まあ、僕グールで回ってる時はこれで回ってるんでね。まあおひなさまひなみとかはのけてもいいんですけど、ちょっと僕最近グール使ってなかったせいでマスクのレベルをね上げてないんで、まあ、マスクレベル上げる要因として連れてきてます。まあ、本当にいらないと思いますね、おひなさまひなみは。ああ、赤飯カネキ回ってくるターン多くしてあげたらもっとサクサク勝てるんじゃないでしょうか。まあ、このパーティーでいくと大体10、普通にやって15いかないぐらいなのかな。ああ、属性にもよるか。もしかしたらもっといくかも。まあそうですね、アリマ週末アリマサンドで行ったり、まあその時は鳴神持たせたりね、この堂島海持たせたりしてるんですけど、もう堂島海強いですよね、してるんですけど、まあ気分によってパーティー変えてます。まあ今はグールのマスク育てたいから、あーグールのあれでこれで行ってるかな。前はひなみばっか使ってたんですけどね。マスク育ててないせいで、今多分育ってマックスまで育ってんのがこのひなみのマスクと、今多分つけてないけどひなみマスクと、あとなんだっけな、青霧マスクぐらいしかレベマがいないですね。敵のアモン今なんだ、剣属性、じゃあ赤眼カネキがあれですね、ユリ属性ですね。トーカ入れてりゃトーカリーダーの赤眼カネキフレンドでもいけそうな気もしはするんですが、それあとグール連携が増えなくなって、せっかく連携の結晶があるのにそれを生かせず終わってしまいそうなんで、今はまあこれで回ってますね。まあ時間があれば試してみようかな。はい、ここスキルが入って、でもあとは赤眼カネキの範囲スキルで終わるんですけど、ここ届くかな。あ、届きますね、ギリギリで。これで終わりですね。まあこんな感じで、流れはこんな感じ、9ターンかな。まあ、今回のイベント楽しいですよね。フロア1ですし、敵も強いですし、やりがいがあって。まあ僕まだ80周ぐらいしかしてないんですけど、ツイッターとか見てると100、200回ってる人もすでにいて、すごいですね。まあ、金曜日になんかまた、最強難易度の、チャレクエと、なんか初回でクインキケース落ちるらしいですし、黒の。あとこの経験値入らないバグの修正も来るらしいんで、しかもあれメンテナンス時間がいつもと違くて、午前中のあの10時から、昼の12時までってことで、ね、まあ、それに気をつけて、皆さんスタミナ消費とか、まあ、2時間なんで大丈夫か、やっていいだろうと思います。はい、あとあれですね、さっきヤンジャン買ってきたんですけど、やっぱりあのアプリの事前登録とかした方がいいですね。なんか報酬も変わってくるらしいんで、まあそれだけです。というわけでお疲れ様でした。今回は、いつか長久を、僕が回ってるグールのパーティーを紹介しました。ではまた次回実況でお会いしましょう。次回は週末アリマ使います。